どうも、ねずっちです。ジャイアンツの坂本選手がついにね、2000本安打を達成しました。史上2番目の若さの達成というね、すごいね。だけどこれ坂本選手にとってはまだ通過点だろうね。あの2000本打った段階でね、ユニフォームが語ってましたよ。安打？ああまあってね。これ文字にすればわかると思うわ。ねえ、ただまあこれね、本当、坂本選手ね、こっからさらなる大記録を目指すためにですね、肉体改造に励むらしいですね。噂で聞きましたよ。毎食ね、ご飯を3杯食べようとね、してるらしいですよ。そう、ヒットの数と一緒でね、3000を目指すってね。まあね、2000本の段階でね、この記録は3000と輝いてますけどね。ねずっちです。ではまた。